10倍キッコーマン株価好調。今回のテーマです。1、キッコーマンってどんな企業なのか。2、キッコーマン絶好調の理由は。3、キッコーマンの株価は今後どうなるということで、まず1番ですね。キッコーマンってどんな企業なのかというところから見ていきたいと思います。で、キッコーマンの株価はですね、ご覧のような形で今まで推移してきているということで、まあ、2013年からのアベノミクスで急騰して、まあ、2017年からもう一回上がってきているということで、今はですね、かなりこう株価っていうのは高値圏で推移しているという言い方ができると思います。で、キッコーマンってどんな醤油の、企業なのかということで、まあ、醤油を、主とする、調味料加工食品の企業ということですよね。まあ、醤油の、キッコーマンといえば、まあ、かなり、有名な企業ということで、創業100年以上の、まあ、歴史ある企業であるということです。で、主力の醤油のシェアが高い企業ということで、まあ、日本の中の醤油のシェアは 30%、世界でもなんと 50% が、このキッコーマンが、醤油における、まあ、シェアを占めているということです。で、キッコーマンってどんな企業なのかっていうと、まあ、基本的には持ち株会社ということで、まあ、8つのグループ会社の株を保有している、持ち株会社になっているということですね。まあ、一番右側に出ているこのキッコーマン豆乳というね、この豆乳っていうのが今すごく大人気になっているというところも、後からもう一回確認したいと思います。はい。で、今度はですね、まあ、キッコーマンはですね、もう海外っていうのが一つの大きなキーワードになってるんですけれども、まあ、グラフの方をですね、まあ、ご覧いただけるとですね、まあ、1974年というね、まあ、今から45、5年、6年、ぐらい前から、基本的にはこう海外での、キッコーマンの醤油の販売数量っていうのはもう綺麗な右肩上がりで増えてきているということです。はい、ということで、まあ、世界に醤油を広めた、まあ、レジェンド的な存在というのが、まあ、キッコーマンの名誉会長である、茂木雄三郎、さんということですよね。まあ、彼がね、醤油っていうのを日本を越えてアメリカに広めていったということです。で、茂木さんが、まあ、築いた二大事業、もう一つは醤油、もう一つはタレ、つゆということですね。まあ、醤油の方は、醤油需要の先行きに危機感を抱いた。日本国内で醤油っていうのがね、需要がこれからどんどん成長するのかって言った時に、まあ、成長しないんじゃないかということで危機感を抱いたということですよね。まあ、それで1973年、今から約47年前にアメリカに海外初の醤油工場を建設して、そこからアメリカにこの醤油っていうのを広めていくという、ね、活動を行っていたということですよね。で、今では海外での売上っていうのが、まあ、2700億円というところまで育ててきているということです。あとはもう一つ、醤油に対してタレ、つゆですね。こっちの方はまあ製品ですよね。醤油が原料で、タレ、つゆっていうのはある意味まあ製品ということになりますけれども、まあ、タレつゆメーカーに原料として醤油を供給していたわけですが、今から25年ぐらい前、1995年ですね、取引先メーカーと競合するタレつゆ事業にまあ参入してきたということです。はい、キッコーマンの経営理念っていうのを、ご紹介すると、まあ、私たちキッコーマングループは消費者本位を基本理念とする食文化の国際交流を進める、そして、地球社会にとって存在意義のある企業を目指す、まあ、こういう、思いを持ってやってる企業だということですね。で、キッコーマンの醤油作りの始まりっていうのは、まあ、かなり古いですね。江戸時代初期ということなので、まあ、1600年代とかですね、まあ、今から約400年以上前に、遡るということです。現在千葉県野田市はですね、江戸への醤油の供給地として栄えていたということで、まあ、醤油の基本の原料は大豆、小麦、塩ということですね。で、関東平野で育まれた良質な大豆と小麦、そして江戸湾の塩など、野田市は醤油の原料確保に最適な土地だったと。だから、まあ、原料が確保しやすかったんで、まあ、醤油が盛んになっていったと。そして製造した醤油っていうのを、まあね、千葉から、まあ、東京、まあ、昔の江戸に、まあ、供給していたということですね。はい。で、1917年ということでね、まあ、100年以上前という話になりますけれども、まあ、野田醤油株式会社が創業しているということです。野田、千葉県の醤油醸造家、一族が生き残りをかけて、合同して設立ということですね。で、キッコーマンの前身となる会社、1940年までに200銘柄をキッコーマンに統一しましたということです。で、キッコーマンの、語源っていうのは、野田醤油ゆかりの地、ですね、キッコー山プラス万年ですよね。まあ、長年万年ということで、まあ、キッコーマンという企業になったということです。
はい、それから1957年ですね、本格的にアメリカ進出ということで、これは冒頭の方でも出てきましたけれども、日本国内のですね、醤油の需要、ニーズに対して危機感を持ったということで、そのね、製品はね、醤油だったとしても、市場をこうね、思い切ってアメリカ、海外に広げに行ったということです。ただ最初はね、全然受け入れられなかったっていう話ですね。要するにアメリカで醤油っていうのはないわけですから、必要ないわけですよね。でアメリカだったらケチャップとかソースとかね、そういったものっていうのが使っていたわけで、なんだこの醤油っていうのはみたいな感じで、ね、全然そういう醤油っていうものがそもそもアメリカでは、ね、全く認知されてなかったわけですよね。で醤油っていうのではアメリカには広がらないということでね、結局ソースの一種であるということで、だからアメリカ人にとっては醤油ではなくてソースの一種だということで、ソイソースということで、広めていったということですよね。でキッコーマンというソースに概念を変えて、ね、キッコーマンは醤油じゃないと、ね、キッコーマンというソースなんだと、いうことで、その概念に変えて肉に合う醤油を販売していったということです。でキッコーマンは、ね、今でもソイソースの代名詞だということですよね。似たような話でね、バイクの代名詞でホンダっていうのがあったりしますけど、ね、バイクのことをホンダホンダって言ったり、するような、なんか似たような感じですよね。醤油、が、醤油ではなかなか普及しないということで、ソイソースと、ね、ソースの一種であると言ったときに、キッコーマンといえば、ソイソースの、ね、代わりの代名詞というぐらい、今では普及したと。当時はかなり苦労したみたいですけれども、認知とかね、普及をするのにかなり苦労したみたいですけど、今ではそこまでなったということです。地道な活動で醤油が、ね、アメリカの食卓にも並ぶようになったということですね。はい、そして1973年、現地生産を開始したと、ね、アメリカ、そしてシンガポールと、さらにオランダ、台湾っていうふうに、その後も、海外に、工場を展開していくことになるということです。はい、1961年、醤油の卓上瓶が登場したということで、食卓でささっと醤油を注ぐ。ね、今ではね、全然珍しくない、当たり前になっているこの光景ですけれども、キッコーマンがオリジナルの卓上瓶を開発したことで、結果的には、広まっていったということですね。はい、それから、かなり最近の近年になっていきますけれども、2010年ですね、大ヒット商品、いつでも新鮮シリーズというのが発売されているということです。醤油は通すけれども空気を通さない、そのパーツを、導入した、容器っていうのを、採用したということですね。それから、2009年ですね、持ち株会社へ、移行しているということです。それから年商300億になっていった、大人気商品、豆乳飲料の大ブレイクっていうのがあったと。それが2018年、今から約2年前ということですよね。30種類以上のラインナップにした豆乳アイスの提案などでファンが増大したということです。この頃っていうのがね、株価っていうのが上がって最高値圏っていうところになっているということです。でコロナ前の株価っていうのは5740円で、ね、コロナショックによって1回4010円に下落したんですが、今はコロナ前にまた戻ってきているという株価推移になっています。はい、それでは2番ですね。キッコーマン絶好調の理由はということなんですけれども、ね、先ほども少し触れたんですが、国内ではね、豆乳飲料がね、大ブレイクしているということです。キッコーマンといえば醤油の企業なわけですけど、ね、実は豆乳飲料がかなりブレイクしてきているということです。ね、もちろんその飲み物としては当然なんですけど、豆乳飲料なので、飲み物としてはもちろんなんですけど、それをこう凍らした感じでアイスだったり、もしくはプリンだったりみたいな感じでね、消費者の方がいろいろ楽しみながら、ね、この豆乳飲料っていうのをたくさん、ね、消費するようになっているということです。はい、ニュースを一つご紹介すると、キッコーマンが急騰。11時20分時点では、値幅制限の上限である5700円でストップ高、買い気配ということで、5700円での買い注文58,800株に対して、売り注文は34,300株となっていると。ね、売買自体は成立しており、9月21日1分に5690円で寄り付いているということですよね。簡単に言えば、キッコーマンがね、急騰した、キッコーマンの株が急騰したというニュースになっています。はい。で、株価は今ね、キッコーマンすごく好調なんですけれども、どういったことが考えられるかっていうと、外部環境の機会、チャンスとしては、コロナ時代の中、健康志向に伴い、人気商品の豆乳飲料などの売り上げが順調に推移しているといったことがあると思います。で、強みというのはね、やっぱ創業から100年以上で、国内シェアナンバーワン、醤油になりますけれども、醤油に関しては国内シェアナンバーワンという企業ですね。だから、キッコーマンっていうのは、その認知度があるということ、信用し
信頼、ブランドが成立しているということですよね。まあ、こういったことが強みとして考えられます。まあ、結果としてはね、今株価が非常に好調に推移しているということですね。はい、それでは3番、キッコーマンの株価は今後どうなるということなんですが、まあ、現時点のキッコーマンですね、この動画を撮っている時点では5670円という株価になっています。はい、今後の株価はズバリ5726円を予想したいと思います。はい、予想の理由です。醤油の代名詞となるぐらいブランドが強力だということですよね。で、投資家にも十分に評価されていて、まあ、現在の株価っていうのは極めて妥当な株価だというふうに思われます。今後はですね、海外での増収ですね。やっぱりこう、日本市場では限界があるということでね、頑張って市場を切り開いていったっていう、まあ、その過去の歴史がありますけれども、今後どれぐらいね、こうね、海外でさらに、まあね、増収、成長っていうのが、見込まれるかっていうところに注目していきたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。